オギスりゅは、日本の陸軍軍人。最終階級は、陸軍中将。旧姓、伊藤。愛知県出身。伊藤松左衛門の四、男として生まれ、陸軍二等薬剤官、オギス育次郎の養子となる。愛知一中、名古屋陸軍地方幼年学校、中央幼年学校を経て、1905年3月、陸軍士官学校を卒業。翌月、 不評少尉に任官し不評第6連隊、補充隊付となる。参謀本部付け勤務などを経て、1916年11月、陸軍大学校を卒業した。不評第6連隊中隊長、陸軍不評学校教官、スイス駐在、ドイツ駐在、陸大教官、この絵不評第4連隊付不評第44連隊長、第11師団司令部付 1> 第1師団司令部付け、ルス第9師団参謀長、第1師団参謀長などを歴任し、1933年10月、陸軍少将に進級。不評第9旅団長、台湾軍参謀長などを歴任し、1937年3月、陸軍中将に昇進し、第2師団司令部付けとなる。ルス第2師団長、第13師団長を経て、 初代第六軍司令官となり、ノモンハン事件に出動。停戦後に参謀本部付となり、1940年1月、予備役に編入された。終戦後は、東京で運動用品店を営む。この頃のエピソードとして、漫画家の水木しげるが魚屋を始める際に、突撃あるのみと知った激励したというものがある。1949年12月22日死去。 去年65、ありがとうございます。